お願いします。はい、まずは、はい、ジャパンカップ、ジャパンカップ、的中、はい、大成功、はい、おめでとうございます。よかったですね。よかったよかったよかった、うん、よかったですね、はい、うん、じゃあね、はい、さらに、はい、レベルアップするために、はい、うん、改良一緒にしていきましょうかね、はいはい、うん、まあジャパンカップ、はい、うん、このレースの、はい、鍵は、はい、ということで、うん、まあ2022年、はい、過去分析からね、はい、一着の馬は外国人騎手でございました。そうでした。で二着はダービー一着の馬で外国人騎手でした。はい、で三着の馬も外国人騎手でした。はい、で2021年、はい、一着馬はダービー一着の馬でした。はい、で二着は外国人騎手でした。はい、三着はダービー一着、はい、で金量が55キロでした。はい、うん、2020年、一着はオークスの一着、はい、で外国人騎手でした。はい、二着はダービー一着、はい、外国人騎手でした。はい、うん、1着2着ともに金量は55キロでしたね。はい、で3着オークスの1着、はい、で 金量は53キロでした。はい、うん、で僕の場合は2019年オモババだったんで、はい、2018年のデータを採用しました。うん、はい、で2018年は1着はオークスの1着、はい、で外国人騎手でした。はい、で2着は、うん、オークスもダービーも実績がなく、うんうんうん、日本人騎手でした。はい、これは例外だなと思って、うん、後で要チェックだなと思いました。うんうん、はい、うん、で3着はダービーの2着、うん、外国人騎手でした。はい、うん、まあ、僕の場合は、このように、まあ、あのやや重までは、はい、データとして採用するんですけど、うん、はい、重馬場と不良馬場の場合は、うん、次のレースが天気予報で、まあ、大体よ、量かやや重の予定であれば、うん、予想であれば、はい、次の18年を入れて、はい、まあ、次の年を入れて、うん、まあ、もっと前の年ということですね。はい、まあ、大体12頭はデータの馬というふうにします。はい、うん、で今回の鍵は、まあ、今も言ったように、はい、まあ、ダービー1着2着、うん、オークス1着2着、うん、ね、そしてこれがなくても、うん、外国人騎手、うん、まあ、両方あったらさらによしと、はい、いうことを、はい、鍵というふうにしました。うん、はい、うん、そうすると今回のレースは、はい、前日の10時の一番人気から行くと、うん、イクイノックス、はい、ダービーの2着、はい、外国人騎手、はい、おお、これ適合ですね。はい、2番人気、うん、リバティアイランド、はい、オークスの1着、うん、金量が55キロ、うん、はい、金量っていうのはさっき言ってましたよね。はい、だから金量も、うん、この中に鍵の中に含まれるということに僕はしました。はい、うん、そして 3番人気、はい、ドデュース、うん、ダービーの1着、はい、うん、あ、これも、はい、うん、なかなか、はい、うん、で4番人気タイトルホルダー、うん、ダービーは6着、はい、うん、僕たちは8着までを実績にしてるんです、うん、はい、入るんですが、まあ、1着2着というのにはちょっと違うなと、うん、まあ、これだけで切ることはできないんですが、うん、まあ、日本人騎手ということ、うん、うん、まだ他にもっと、うん、この鍵に適合しているのはいないかなということで、はい、5番人気、はい、スターズオンアース、はい、オークス1着、うん、外国人騎手、はい、56キロ、はい、親、うん、いましたね。いました。で6番人気がダノンベルーガ、はい、ダービー4着、うん、お、これタイトルホルダーよりいいじゃないか、うんうん、外国人騎手、はい、お、これいいじゃないか、はい、ということで、うん、うん、まあ、上位4頭は僕たちは、うん、まあ、基本的には、まあ、例えば3連複の共通の投資馬券で10点買いをするとなると、うん、まあ、入れるんで、はい、問題は5番人気以降の馬で穴馬がいるかどうかということですよね。はいはい、まあ、そうすると、うん、まあ、スターズオンアース、はい、でもう1頭もし選ぶとすれば、うん、ダノンベルーガ、はい、ということになるだろうな
と思いますよね。はい、うん、そこでなんです、問題はこっからです、うん、はい、うん、今回の共通の投資馬券、はい、3連複300円10点買い、うん、これの答えは、はい、券でございます。はい、わかりますね。はい、うん、静香ちゃん的中してたんですが、はい、買ってしまってましたね。買ってしまいましたね。これは券が正解だったということです。なぜならば、ね、今の過去分析、そしてそれから自然に出てくる鍵、うん、はい、そこから今回のレースの予想をしていくと、はい、まあ、さっきの馬を、うん、まあ、大体選んだとすると、うんうんうん、基本的には鳥神になりますね。そうですね、はい、ということは鳥神になるということは、はい、勝ってはいけない、そうですね、ということになりますから、はい、3連複の300円の10点買いの正解は券ということになります。そうですね、うん、そして、はい、まあ、あの、共通の馬券でね、ワイドっていうのを買ってる人もいるんですね、うん、でワイドっていうのを、はい、そのちょっとまだ人によって違うんですけど、うんうんうん、共通の馬券にした人っていうのは、はい、ワイドであれば、はい、多分取り紙にはならない組み合わせってあると思うんですね。うん、うん、ですから、あの、まあ、3連複の300円の10点買いだけを共通にしてる人は券が正解、はい、でワイドをしてる人は3連複の方は券してワイドだけ買うというのが共通の投資馬券の、先生の答えということになりますね、はい、うん、今回あの券した人が非常に少なかったですね、はい、券だなって思いながら買っちゃいました、うん、でこれ買わないようにしてください、はい、ね、これがあの非常に大きな改良のポイントですね。はい、うん、それと、まあ、その静香ちゃんはあの解明を見ている限り、はい、ダービーと外国人騎手っていうのは鍵にしたんで、しました、ね、はい、選んでる馬が多分そうだなと思った、はい、で、まあ、他の生徒さん、うん、で、あの、残念ながら不適中の人は、うん、あの外国人騎手とダービー、うん、オークス、はいはい、というところまで、まあ、ダービー、うん、オークスっていうのは気づいてる人は多かったみたいですけど、うん、外国人騎手というところまでたどり着いてなかった人が、うん、あの多かったんじゃないかなっていうのが買い目から、うん、あの予想されましたね、はい、うん、これはあの、うん、まあ、難しかったのか、はい、あの、まあ、難しかったかもしれませんね、あの外国人騎手っていうのが今まであんまり、あの、うんうんうん、以前ね、騎手、はい、外国人短期免許騎手とか、うんうん、ね、若手騎手とかやってた時はね、はい、逆にあの、はい、得意だったんだけど、そうですね、一時それをしてなかったんで、うんうん、これちょっと、ね、あの忘れていた人が多かったのかなと思いますよね、はい、外国人騎手もそのやってた時と、そうですね、人がね変わったりしてるので、そうですね、うん、でまあ、静香ちゃんの解明を見てると、はいはい、まずその、まあ、結局は投資とか、はい、これね、うん、はい、静香ちゃんって今回、はい、あの、3連複とワイドを買ってるじゃないですか、はい、その300円の10点買いと別に、はい、これってどれが個人の投資でどれが個人のギャンブルだったんです？今回は投資はせずにギャンブルだけにしようという話だったので、うん、じゃあ次これはギャンブルだけにしたんですね、はいはい、そうですそうです、うん、でまあギャンブルで、まあ、あの投資としては、はい、県のレースを買っちゃったんで、はい、まあ、失敗、はい、ということね、これは今後あの非常に重要なことなんで、はい、あの静香ちゃんも含めて、はい、あの県のレースというのが理由がちゃんとあって、うん、県というものは正解、はい、あの、まあ、例えば自信がなかったから県でしたっていうのはダメですね、はい、うん、これあの県というものは投資の一つの答えなんで、はい、あのちゃんと活用してくださいという、はい、じゃあこれが、ギャンブル馬券だとすると、はい、うん、3連複の、はい、二等軸の流し、はい、それとワイドが、はい、リバティと、はい、イクイノックス軸の、はい、流しということを買いましたよね、はい、はい、買いました、うん、でこれはあの
いいんですが、うん、今回のレースに限ってね、はい、今回のレースです、はい、うん、本当に静香ちゃんは、はい、これワイドの方なんですけど、はい、本当にイクイノックスが来ないということを、はい、想定できました。できたかどうか、うん、何の根拠で、はい、イクイノックスが来ないということを想定したんですか。来ないかもしれないという理由なのか、はい、こういう理由で来ない可能性があるということなのか、はいはいはい、それはどうなんですかね。そうですね、うん、限りなく一着に近いのがイクイノックスっていうの、うん、頭と、うん、やっぱり何があるかわからないのが競馬っていう、うん、そこなんですね、はい、何があるかわからないというのは、はい、何があるかわからないというのは、はい、その理由だと、はい、絶対に買わなきゃいけなくなるんですよね、どのレースもね、うん、それはどう思います。何があるかわからないというのは事実なんですよ、はい、そしてこれってギャンブルなんですよね、はい、そこまでいりますかね。いやだから僕は、はい、静香ちゃん今度の馬券はこれ何って一応確認したんですね、はい、これがギャンブルなんだったら、うん、そこまで安心安全を馬券に考える必要ってあると思います。これが投資馬券なんであれば、うん、それはありかなと思うんですよ、うんうん、これがギャンブル馬券だった時に、うん、じゃあ静香ちゃんは、はい、投資とギャンブルの違いって何なんですか。投資僕聞いたのはね、はい、これって投資馬券の買い方だよなって思ったんです。うーん、外れない馬券ですよね。うん、だってこれ静香ちゃん気づいてる、もっと儲けることができたんですよ、うん、ね、はい、なんでこんな風に買い目を増やして、うん、こんな風に均等掛け金配分しました、うん、ギャンブルなのに。うん、それは、はい、外れたらどうしようという不安感ですよね。うん、ですよね。うん、投資もそうなんです、ギャンブルもそうなんですね。外れたらどうし、まあ馬券を予想していくときに必ず最後最終決定するときに出てくるのが、僕は大きく分けたら3つの感情があるなと思ってるんですね。これ感情なんですよ、うんうん、要はこの感情をね、その理性でコントロールできたかどうかなんですよね、うん、まず最後に出てくるのは、まず外れたらどうしようという不安感です、はい、2番目一か八か、うん、という感情が出てきますよね、うん、3番目ね、3番目何だと思います。もう一つよく出てくる感情があるんです。もう一つ出てくる、うん、外れたらどうしようという不安感、うん、もう一つ一か八かや、うん、っていう、もう一つあるんですよ、うん、静香ちゃんにはもしかしたらないかもしれないけど、うん、人によってはこれが大きな落とし穴になっている人がいるんですね。これはですね、はい、絶対これが来るという感情なんですね。あ、うん、これ一か八かとは違うんですよ、うん、絶対これが来る、うんうんうん、いいですか、はい、どうも静香ちゃんの解明を見てると、はい、不安感もしくは一か八か感、絶対感、この3つの感情のどれかが出てきた時に、うん、静香ちゃんはどうやってこの感情と折り合いをつけてるのかっていうのが解明に現れてるんですね、うんうん、静香ちゃんはこの不安を、うん、解明と検出と資金配分で解決してますよね、うん、
先生はどうやってそれを解決していると思いますか。僕でも不安感、うん、いや一か八か感や絶対感というのは必ず出てくるんですよ、はい、人間ですから、うん、そしたらそれを解決する方法は人によって違うと思うんですけど、一番多いなって感じるのが静香ちゃんの解決方法ですよね、うん、解明研修、まあ、例えば研修って言ったら、解明って言ったら点数増やすってことですよね、うん、そしたら不安が消えるじゃないですか、うん、研修って言ったら本当は3連複で当たりそうだけど自信がないから不安だからワイドにするってことですよね、うん、もう一つ絶対ってなったら、うん、本当はもう少し、ね、研修も考えなきゃいけないのに、いやこのレースだったらワイドの方がいいのに、なんか3連複にしたり3連単にしたりとかね、うんうん、これがまあ静香ちゃんが多分使っている解決策じゃないかなと思うんですよ、はいね、もう一つ解決策があるんですけど何だと思います。もう一回。そうです。うん、なぜそれをしませんでした。もう一回過去分析に戻るということですよね、うん、なぜしませんでした。してまだ不安感があったはずです、うん、もう一回戻って不安感があったはずです、うん、なぜ最後は、うん、ね、均等配分にしました。うん、ワイドも、はい、リバティからのワイド僕いらなかったんじゃないかなって思うんですよ。うん、それはどう思いますか。うん、あなたは今後も、うん、終わった後、うん、こういう風にしとけばよかったっていうのは自分でシミュレーションしました。ああ、してないですね。なんで。そうですね。あのね、静香ちゃんね、うん、めちゃくちゃ静香ちゃん損したんよ今回、うん、そうですね、損しました。いやもう何の損の仕方じゃないの、うん、ものすごい損したの、うん、分かる。不安感が出た時に、はい、粘り強く、うん、過去分析に戻らないと、うん、ね、静香ちゃんね、これギャンブル馬券で、うん、こんだけ安全な買い目を買って、うん、そして安全な資金配分、うん、安全な研修、うん、ね、いや投資はもっと配当を低くするんだよね。そうなりますね、うんうん、これがギャンブル馬券、まあ、もしくはと、うん、まあ、ギャンブル馬券、これギャンブル馬券だったら、まあ、少なくともここまでは絞らないといけなかったよなっていうのはどれだと思いますか。私の中では、うん、3連複と、はい、ワイドを軸変えてやってますよね、はい、最初の3連複は1、2着固定ですよね、うん、でワイドが、イクイノックス軸とリバティ軸の流しですよね、うんうん、はい、この中で、うん、あのいやもうこれは後から思えばいらんかったよなっていうのはまずどれですか。まずはタイトルホルダーはいらなかったなっていう、うん、違います、研修で、うん、あ、研修ですか、うん、そうですね、タイトルホルダーはいらなかったよなっていうのは、うん、あの間違いだと思います。うん、それは過去分析で、うん、2018年の2着馬が、うんうん、タイトルホルダーに少し似てるんですね。わかりますよね。なるほど。2018年の2着馬っていうのは、ね、奇跡、ね、奇跡、はい、1111コーナー順位、はい、そうですね、菊花賞1着、はい、そして秋天が3着なんですね、うんうん、そうですね、でタイトルホルダーが違うというのはこの秋天のところなんですね、うん、あ、そうですね、だからその1箇所で、まあ、もちろんタイトルホルダー抜く候補にはなりますが、うんうん、そのタイトルホルダーを抜く前に、うん、ね、研修でいらない研修はありませんか。うん、あなたがもう一回、うん、
ね、このレースをするとしたら、うん、3連複とワイドリバティと、うん、イクイノックス軸でもう一回変えますか。何回過去分析に帰っても、うん、ね、あのイクイノックスが飛ぶということが何かデータから出てきました？出てこなかったです。じゃあなぜ変えました？今回静香ちゃんなりの高額投資をした、高額の、まあ、ギャンブルをしたわけですよね、はい、これ定額だったら本当にここまで買いました？あ、僕が教えた通りに、うん、ね、少ない金額で検出と解明と配当金を決めて、うんうんうん、それにゼロを増やすという方法を取りました。とってたんですけど、うん、頭がこんがらがってきて、うん、結局両方計算してっていう感じで、ね、うん、だったら、うん、もう一回考えましょう、うん、これがいつものように、うん、定額の、うん、ね、掛け金だったら、うん、どれは買わないですか？ワイド。どっちですか？リバティ、うん、リバティ軸ですね。じゃない、イクイノックス軸。イクイノックス軸、うん、だからイクイノックス軸は可能性としてあるんじゃないです、うん、はい、リバティが飛ぶということで、はいはい、だからリバティ軸じゃないわ、どっちや買うのがリバティが来るということはイクイノックスが飛ぶということよね。そうですね、だからリバティ軸がいらないですよね、はい、うん、じゃあイクイノックス軸のワイドっていります？静香ちゃんどれぐらいの確率で過去分析から、はい、イクイノックスとリバティが来ると思ったんですか？どれくらい、うん、だって、はい、静香ちゃんね、落ち着いて、はい、3連複で1、2着固定を買ってるっていうことは、うん、あなたはすでに、うん、ね、この時点で、うん、どちらも来るって考えてるんですよね、はい、どちらも来る、ね、この最初に選んだ3連複が、うん、その共通の3連複ちゃいますよ、うん、あなたがギャンブル馬券で選んだ最初の3連複が、うん、1、2着固定軸を選んでるから、うん、あなたはこのワイドを買ったのはもったいなかったんじゃないですかって先生は言ってるんです、うん、だよね、だって、うん、じゃあ静香ちゃんはこの 1,2、はい、着固定の3連複にもあまり自信がなかったからワイドで抑えたの？いや、違いますね、うん、それは何があるかわからないにしても、うん、その何があるかわからないのの確率ってあるじゃない、はい、うん、それって過去分析でわかるわけじゃない。今まで歴代の一着になった馬とイクイノックスリバティを比較した時にね、なるほど、だって過去分析するということは今までの一着馬の実績、それと今回の馬の実績っていうのを比較できるということでもあるわけじゃないですか。いや、今までのどのね、一着馬と比べてもイクイノックスもリバティも、うん、どうでした？確率は高かったです、うん、だからこそ、はい、静香ちゃんは、はい、1、2着固定にしたんですよね。そうですね、1、2着固定にしたんだったら、はい、ワイドって、うん、少なくともギャンブル馬券だったらいらなくないですか、うん、で投資だったら、うん、まあ
イクイノックスが万が一飛んだ時っていうことを考えるワイドはいるかもしれないですよね、うん、だから自分が何の馬券を買ってるのかっていうのを分かっとかないと、うん、これって投資馬券ってなるんですよ、うん、買い目から見たら、うん、これ投資馬券だよねって、うん、こんだけ安全を、うん、お金を減らさない増やすということが目的、うん、静香ちゃんにとって投資と個人の投資と個人のギャンブルっていうのはいつも何が違うと思ってるの？いつも明確化があんまりできてない。そうですね、うん、ねえ、だから共通の投資馬券、個人の投資馬券、個人のギャンブル馬券、この3つを使いこなすことで初めて共通の投資馬券というのを兼できるわけじゃないですか、うん、わかりますよね、うん、そして個人の投資馬券、個人のギャンブル馬券というのを使いこなすことで初めて個人のギャンブル馬券で思い切ったことができるわけじゃないですか。静香ちゃんはどの馬券でどの犬種で自分の過去分析を最大限に生かした思い切ったことはどの馬券でするつもりなんですか、ね、静香ちゃんがちゃん、ね、苦労してやった過去分析を共通の投資馬券と個人の投資馬券で最大限に生かすということできますよね、うん、そうするとやっぱりどうしても投資馬券なんでいくら確率的にはこれやけどな、まあ何があるかわからんしなっていうのに当然なりますよね。だったら投資馬券に関しては少し安全にいかないといけないっていうのは静香ちゃんは非常によくわかっている、うん、ただじゃあ静香ちゃんギャンブル馬券いらないよねっていうことになるんです、うん、じゃああなたは今回の、まあ、例えば今回のギャンブル馬券の答えじゃないです、うん、一例、うん、はい、静香ちゃんは、はい、馬番3番5番10番17番で1、2着固定してます、うん、あ1着にリバティとイクイノックス固定してますから、はい、相手の馬を、はい、ドーデュースと、はい、なんだタイトルホルダーとダノンベルーガと、うん、スターズオンアースの4頭にしてますよね、はい、あなたは過去分析から出てきた鍵で、はいはいはい、どの馬この優先順位はどれが一番来るというのがあなたの結果だったんですか？私の結果はですね、うんうん、この相手いますよね、はい、3番5番10番17番という、うんうんうんはい、これの優先順位というところを決めるまで過去分析はしてたんですか、はいはいはい、それとも優先順位を決める前に過去分析は終わってたんですか？優先順位、うん、そうですね、いや、じゃああなたの、ね、はい、二等軸で3番5番10番17番に、はい、流してますよね3連続、はいね、はい、これは素晴らしいですよね、はい、4点に絞ってるっていうことは、うん、ね、まあ、ただ、まあ、二等軸にすれば、まあ、僕たちであれば、うん、まあ、この4等になると思うんですよね、うん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 、問題はその次ですよね、はい、じゃああなたの本命ってどれなんですか？スターズオンアースですねこれ、うん、じゃなくて僕が言ってるのは、はい、馬券を買う前のあなたの本命は決めてたんですか決めてなかったんですかっていうことです。確かに2頭まで決めて、うん、そこで、ね、記憶あります？記憶がなかったら何で判断しなさいって先生はいつも言ってますか？記録。そう、あなたの買い目から見て、はい、わかる？わかります。資金配分から見て、はい、静香ちゃんに、はい、3連複の4点の中で、うん、本命馬券はあった人の買い目ですか、なかった人の買い目ですか？なかった。その通りです。ということは静香ちゃんは、うん、馬券を買う前まで、うん、3連複の本命も、うん、
ワイドの本命も、うん、ね、決めていなかったということが静香ちゃんにとっての今後の最大の改良点ですね。わかりますよね、はい、うん、だって結局競馬って3頭しか来ないんですよ、うん、わかる、うん、馬券を買うときに3頭しか来ないんやけど、いろんなことがある、何があるかわからないからね、まあ三連複で言えば本当は1点でいいわけですけど、うん、そうはならない可能性があるのが競馬だから、1点のところを2点3点4点まあ10点とかするわけじゃないですか、うん、静香ちゃんは本当に今までレース何レースもしてきましたよね、うん、3頭本命を決めなかったんですか。先生が3連単1点的中法っていうので練習させた時の静香ちゃんは本命を決めてたような気がするんですけど、うん、うん、本命は決めなくなったんですか。これ本命決めないと何が起きるかっていうと、資金配分ができないんですよ、うん、それと回収率が下がります。わ、うん、かりますよね、はい、うん、3連複だけで見てみましょうか、はい、3連複を均等、うん、まあほぼ均等配分してますよね、はい、掛け金を、はい、うん、これね1番2番17番を多めにして、うんうん、1番2番3番1番2番5番1番2番10番がもし来たら、うんうん、かけた金額がプラスマイナスゼロでいいっていう発想はなかったですか。なかったです。なぜ。なぜ。いやだってその考え方がなければこれは投資でも成功できませんよね、うんうん、ここすごく大事なところやからね、はい、例えば3連複を4点に絞りました。これワイドも同じですよね。レースによってはね、ワイドを例えば4点に絞りました。これ2点でも同じですね、うん、何でもいいです。まあワイドでいいですよね。ワイドを2点に絞りましたね。このどっちが当たっても少し回収できるように検証を組む、あの買い目を組むっていうのはダメですよ、うんうん、A というワイド B というワイドあったらここで1000円ずつかけるとしますよね、うん、そしたら2000円ですよね、うん、そしたら本命と抑えっていうのに分けて、うん、抑えの方はどうしとるかっていうとね、もし自分の本命が外れたら抑えになるんですね、うん、じゃあ抑えの方の配当はどこを期待値にするかって言ったら、うん、掛け金がプラスマイナスゼロでいいんですよ、うん、わかる、はい、そうしないと予算が決まってるのに、うん、ね、同じレースをして、うん、静香ちゃん以外の人はもう こっち B の方をワイドとか三連複をね、うん、本命にしてて、うん、まああの1500円かけるわけですよ、うん、そしてこっちを500円にするわけですよ、うん、ね、うん、そして A が来ますよね。であなたは1000円かけた配当なんです、うん、そしてあなたの仲間の人は1500円かけた配当で予算が同じなんです、うん、わかりますよね、うん、これ今後のことを考えた時にこれ投資もですよ、うん、どっちの方が成功すると思います。均等配分しなかった、うん、わかりますよね、うん、うん、今回のことで静香ちゃんはマイナスになることは防がなきゃいけないですよ、うん、できるだけね、うん、当然ですよね。だけど期待
位置を低くしたらダメです、うん、前回のね、静香ちゃんって期待値をもう少し上げていくっていうことをやらないと、なかなか静香ちゃんの実力が結果に現れないよねっていうような内容のことを言ったと思うんですよね、はい、今回静香ちゃんの解明を見た時に、いやこれ期待値下げすぎやろと思った、うん、いやどれが来てもこの4種類の3連複、うん、まあワイドもですよね、うんうん、どれが来てもね、静香さん結果として3連複も当たり、うん、リバティ軸も当たりワイド、イクイノックス軸も当たって3箇所から配当が来たんですよ。それはそれでいいんだけど、うん、まあ、予算金額が決まってるんであれば、うん、今回のレースだったら3連複だけでよくなかったですか、まあ、もしくは、うん、ギャンブルであればね、うん、もしくは投資であれば、うん、あの3連複とイクイノックス軸のワイドだけでよくなかったですか、うん、なんでですかって言ったら、えなんでって言ったら、いや期待値そうしないと上がらないでしょ、うん、わかりますよね、うん、で掛け金も本命決めて、うん、それ以外の分はプラスマイナスゼロじゃなんでダメだったんですかっていうことです、うんうん、いつも今までもこういうふうに勝ってる、天皇賞の時だけ、うん、期待値は、うん、ちょっと高かったような気がします、うん、プラマイゼロでもいいわって思ったので、うん、あの静香ちゃんね、はい、あの過去の記憶をたどってで、うん、根拠なしに喋るのもここではやめなあかんわ、うん、あ調べて自分で、天皇賞の時のね、はい、あなたの回、まあ、全部言わなくていいですけど、はい、資金配分の仕方は、うん、自分の本命以外はプラスマイナスゼロでしたか、それとも自分の本命が外れてもいくらか利益が出るように解明してますか、今静香ちゃんが試案中です。これ YouTube 聞いてる人がね、うん、音声途切れたかって思うかもしれないけどね、ちゃんが今過去の記録をいっぱいいっぱいになりながら探しております。ですね、うん、イクイノックス、でもイクイノックスが飛んだら、うん、終わりっていう馬券でした、うん、天皇賞の時のイクイノックスの馬番って何番やったっけ、馬番が7番、あそれは共通の馬券やね、共通の投資馬券の話ね、あ個人の投資とギャンブル馬券、うん、個人の投資は単勝イクイノックス、ん天皇賞よ、天皇賞秋、はい、天皇賞これちゃうわ、これいつや、10月20日、11月19日はなんだっけ、これって11月、エリザベスか、はい、エリザベス、うん、11月19日はマイル
マイルチャンピオンシップ、はい、マイルチャンピオンシップ、はい、天皇賞じゃなかった、ま、間違えた。マイルチャンピオンシップ、マイルチャンピオンシップは、シュネルマイスター軸にしてますよね。はい、マイルチャンピオンシップね、はい、しました。これシュネルマイスター軸にして外れたから、うん、こんな風に均等分したんですか。静香ちゃんだけじゃ僕ないと思うのよね、うん、まあ、この沈黙って僕大事だなって思うのよね、はい、静香ちゃんでさえ、うん、ね、ノートもあるにもかかわらず、はい、ね、天皇賞の時って解明何やったっけって僕から聞かれて、うん、ああ違った違った前のマイルチャンピオンシップだってなった時に、うんうん、静香ちゃんまあ、なぜ、はい、ね、自分の解明をすぐに探せなかったんでしょう。不思議だと思いませんか。解雇ができてないから。そうでしょうか。解雇はしたんじゃないですか。だって解雇ができてないから、うん、あの自分の解明の記録を探せないっていうことはないじゃないですか。わかりますよね、うんうん、もう一回聞きますね、はい、なぜ、はい、これ天皇賞秋 のノートもあるんですかね。これあります、うん、はい、じゃあなぜ静香ちゃんは天皇賞秋の自分の解明、うん、マイルチャンピオンシップの自分の解明、うんうんね、すぐに探せないんだと思います。探せるように書いてない。その通りです、うん、それってなんでだと思います。なんででしょ。そうですね、うん、書いてる時は探せるように書いてるように書いてるんですけどね、うん、というのが今の記憶なんですよね。あ、その時も探しにくいから、うん、違う静香ちゃんそこ違う。分からないように書いてるというのが事実なんです。うん、そうですね、うん、分かる、はい、あなたの記憶は分かるように書いてるっていうのは今の記憶なんです。うん、でも事実っていうのはノートを見れば分かるんです。うん、分からないように書いてるんです。うん、そして解雇の時も、うん、分からないように後で見て分からないように記録してるんです。うん、分かりますよね。うん、何のためですか。え、外れてもいいように。まあそれもあるでしょうけど、うん、なかったことにするためですよね。うん、だって過去の自分のレースの解明というものを探せなければ、うんうん、ね、だってなかったことにできるじゃないですか。うん、だって絶対分かるようにするはずですよね。はい、次当たりたい人は、うんうん、分からないようにする人はその理論から言うと反対。そう、当たらないようにしてるっていうことです。うんうん、だからなんで私そんなことするんでしょうはもう何年も前に終わってるわけやから、うん、うん、静香ちゃんって、あの静香ちゃんだけじゃないけど多分他の人もねって、うん、あのカウンセリングしてて分かるよって、うんうん、ね、何々さんって何時の解明って何でしたっけって聞くと、うん、あ、ちょっと待ってくださいねって、はいはいって言って、うん、ちょっと分からないですって、うん、あ、ノート変えたんですかって、
いや変えてないんです、探せないんですって。いやあなた自分に絶対わからないようにしてますよねって。うん、それやめないといけないよね。はい、うん、だって結局過去の自分の失敗を何度も振り返ることができることによって同じ失敗をしないということじゃないですか。うん、うん、あの期待値をなぜ上げなかったのかの答えはそろそろ分かりませんか。足りたくなかった。違う違う違う、はい、過去の自分のね、はい、せっかくの失敗と成功という財産を今回ね、うんうん、振り返らなかったんですよ。うん、でそれを静香ちゃんたちは忘れましたって言ってるんです。わかる、うん、忘れたんじゃないよね。自分で隠して後から探すことができなくなったっていうことだよね。うん、うん、いやあなたたちが本気で次当たりたくないと思ってるわけないじゃない、うん、ね、当たったのも怖いよ、あなたたちは外れたのも怖いよ、うん、だからね、次のレースが来たらもう前のレースっていうのは見ないようにするんよね。うん、それやってる限りさ、先生がね、あの時にもっと期待値上げるような方向にこれから行こうねって言ってたよねって、うん、今回期待値どう見てもこれ上げる方向に行ってないよねって、うんうん、なんでって言ったらなんででしょうってなってくるわけでしょ、うんうん、それはもうとても簡単、なんででしょうじゃないのね、あの、わからないように記録してるんです、うん、というのが答えなんだね。うん、うん、だからわからないように記録するのをやめてわかるように記録して。はい、わかるよね。うん、うん、分かった、はい、だってあなたのジャパンカップ、うん、このジャパンカップのね、あの終わっての一番の財産は何ですか。記録できてない。違う違う違う、あなたの一番の財産は利益じゃないですよね、はい、このノートですよね、うん、あなたは今回大成功して得た利益とこのノートをどっち取るかって言ったらどっち取ります。こっちですよね、うんうん、それぐらいあなたの過去っていうのは、うんうん、これあなたの記録なんですよ、うん、あなたの記録ってあなたにとって大事なんですよ、うん、静香ちゃん、お金もすごく大事よ、うん、でもお金では買えないものってあるんよ、うん、それあなたの人生買えないんよ、うん、ね、あなた自分の過去をよりも、うん、ね、お金大事にしてどうするんよ、うん、ダメでしょ。自分のせめて投資競馬においてはね、そのギャンブル馬券も含めてよ、自分が気になったことは自分の過去をすぐ調べられるように、うん、もちろん先生に聞かれても仲間に何か聞かれてもすぐにパッて自分で探せるように、だから自分の過去ってあのもっと大切にして、わかる、うん、わかりましたか、はい、うん、僕は静香ちゃんがね、今回のレースで、うん、先生私静香ちゃん良かったねって僕言ったじゃない、今日入ってきた時に、はい、うん、静香ちゃんありがとうございますって言ったじゃない、うん、で僕はね、あの今の静香ちゃんだったらね、うん、静香ちゃん良かったねって言ったら、先生良くないです、私もっとね稼ぐことできたのにって言うんじゃないかなって思ってたんだけどね、うん、うん、あの
もったいなかったですね、うんうん、あなたは安心安全をまた選びましたね、うん、先生が今回あなたに課題を出しましたよね、うん、はい、こうしないための課題ですよ、うん、ですよね。だってあなたが安心安全を選ぶということはあなたは自分を成功させないということになるんだから、うん、安心安全って何ですか、人間にとって。過去と同じということですよ、うん、ですよね、うん、安心安全の意味っていうのは人生において昨日までと同じというものが安心安全なんですよ、うんうん、それを僕は成功したい人にとっての自傷行為って言ってるわけですよ、わかりますよね、うんうん、今回、うん、静香ちゃんのためにね、心を鬼にして、はい、優しい言葉を僕なりにかけようと思います、はい、今回の僕とあなたのミッション、うん、不合格でございます、うん、またいつか2人で、うん、ね、同じようなミッションをする時が来ると思いますから、うん、ね、それをあなた自身が楽しみにしておいてください、うん、そして今回静香ちゃんはね、競馬としては利益が出ましたからそれは大成功です、うん、僕は嘘あのつかないように気をつけてます、うん、ね、嘘つきなもんですからで、あなたが本当に利益が出たということは、うん、ね、あの大成功ですよね、うん、でも僕とあなたの課題ということに関して話は別ですよね、うんうん、僕とあなたの課題に関してはね、今回は大失敗、うん、ということで、うん、あなたはまた挑戦できるわけですから、うんうん、簡単にこの大失敗の課題の大失敗のショックから立ち直らないようにしてください、はい、わかる、はい、簡単に立ち直れば立ち直るほど、ね、早くいつもの安心安全に行こうとすればするほど、ね、今回ものすごくあなたは頑張ったはずです、うん、緊張したはずです、うん、プレッシャーだったはずです、ね、でも事実としては、うん、課題は大失敗なわけですから、うんうん、また自分の意思で、うん、チャレンジを僕に希望する日が僕は必ずあると思ってますよ、うん、今回この課題は、ね、あなたの心の、ね、修復というための課題ですよね、はい、うん、今回の課題は僕から出しましたけど次は、うん、ね、あなたから、うん、自分自身の心を修復するためにね、僕とあなたとの課題というものに挑戦したら、うん、全力で僕はあなたを応援することを約束しましょう、はい、分かりましたよね、はい、だから今回は本当にお金として利益が出て本当に良かったですねって、それすごく大事なことだから、うん、だけどもう一つ大事なこと、うん、ね、僕は今の静香ちゃんだったら二つとも手に入れることができると思ってたんです、うんうん、でも一つしか成功しなかったということは静香ちゃんにとってきっといいことなんでしょう、うん、ね、いずれ、ね、来月もしくは来年、うん、ジャパンカップの課題の失敗があったからここまで静香ちゃん成功できたねって僕は必ずなると思いますよ、うん、自分がショックを受けてることはちゃんと
見守って、自分で自分をね鞭打って、あの元気にしなさい、元気出しなさいって言ったらダメよ。ルメールも鞭使ってないんだから、うん、ですよね、うんうん、だからあなたも今までみたいに自分に鞭を打ちすぎて、鞭使いすぎてね、ショックを早く忘れたり、成功を早くなかったことにしたり忘れたりね、今後はもうしないようにね、はい、うん、僕も正直本当に僕が思ってることを今回のカウンセリングで言うかどうかっていうのは迷いました、うんうん、あなたがすごく今回頑張ったということを知ってるんでね、うん、だけど頑張ったからこそ、うんうん、2つの課題の1つは、うん、残念だったって言うべきだっていうのが僕の答えでした、はい、それが正しいのか間違えてるのか僕には分からないですけど、僕はね、静香ちゃんにとってはきっとこれがいいんじゃないかなって思ってますから、うん、はい、静香ちゃん自身も先生が言ったらからそうに違いないじゃなくって、うん、ね、よく考えてみたら、うん、私って自分に優しくするっていう課題、うん、ちょっとおろそかになってたのかもしれないなっていうね、うんうん、自分で答え出すんですよ。先生に言われたからそうでしょうねって、それは絶対ダメですよ、はい、あなた自身がよく見て、うん、本当にこれギャンブル馬券なのに、うん、ちゃんと考えなきゃいけないですよ。これってギャンブル馬券なのに、うん、本当にこんだけの買い目と本当に資金配分こんなに均等配分本当に必要だったのかな、これが投資だとしてもここまで必要だったのかな、そもそもなんでこんなに買い目を増やしたのかな、資金配分を均等にしてしまったのかな、それって私の不安感を買い目と資金配分で解決したからだよなって、どうすればよかったんだろう。先生は答えを言ってるんです。不安感が出たら、あなたの場合はね、人によっては一か八か感、人によっては絶対これやっていう絶対感、人によってね、どれかが出ます、はい、でもこの3つのうちどれかどれでも同じです、うん、出たら解決策は過去分析に戻るんです、うん、分かる。過去分析に戻れば、うん、いやー今までの過去から考えて、うん、いやもうこんだけの解明いらんよな、うん、とかね、うん、うん、いやこんな資金均等の資金配分いらんよなっていうのが、うん、あなたも含めて僕の生徒さんだったら今のレベルだったらね、一人残らず分かるはずです、うんうん、今回ね僕の生徒さんであなたが知ってる、まあ、あなたたちの、まあ、グループですよね、2012年ぐらいから一緒にしてる人たちが一つのクラスです、うん、分かりますよね。今競馬をしてない人もいますけど、うん、知ってるでしょ。2012年からそれが同じクラスだと思ってください、うん、同じクラスの中で10人のクラスなんですよね。ほとんどの人がね、3連服、うん、300円10点買いを兼してなかったんです、うん、そしてほとんどの人が、うん、ね、均等資金配分にしたり、うん、ね、三連服でも良かったのにワイドにしたり、うん、ね、軸がリバティでも良かったのにイクイノックスにしたり、うん、してるのがほとんどだったんですよ、うん、安心安全の方向に行ってますよね今僕が言ったのは、うん、例えばワイドでも、いや今回のレースだったらワイドで、うん、ね、馬券を買う組むんだったらリバティですよね軸は、はい、ん
リバティですね。ちゃうちゃう、間違い、イクイノックスですよねっていうことやね。言ってることはイクイノックス軸にするっていうことはリバティが飛ぶってことやからね、はい、うん、さっき言い間違えました、うん、ね、なんか生徒さんによってはあのリバティを軸にワイドを組んだりとかね、はい、わかる、うん、イクイノックス軸、ワイドだったらイクイノックス軸が正解じゃないですか、データで言えば、うん、ってことですね。ですよね、はい、だってイクイノックス軸っていうことは、はい、ごめんなさいね、言い間違えちゃって、うん、イクイノックス軸ということはイクイノックスは来るということですから、はい、リバティは飛ぶということですよね、うん、可能性がある、うんうん、で僕は今回はあの3連複で良かったんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうかね、うん、どうも静香ちゃんが自分でやってみて、今までの経験と今回の過去分析と今回の鍵から考えた時に、うん、はい、あの投資に一番適してる犬種は何だと思います？今回は3連複です、うん、ですよね、はい、ワイドって適してると思います？今回は適してないと思います、うん、その理由は？その理由は、うん、配当が低いからです。そうですね、わかりますよね、3倍とか、うん、はい、わかりますよね、はい、うん、それはね、絶対はないですよ。だけど、うん、いつもの競馬は何があるかわからないっていうのと、うん、今回の競馬は何があるかわからないっていうのは、うん、その何かが起こるということの確率って、うん、はい、ね、違うと思うんですよ、うんうん、過去分析から考えた時にね、うん、どこからそう言えるんですか？過去分析の、過去分析の人気順、うん、そうです、ですよね、はい、チェックポイントの一番最初、人気順っていうのを見た時に、はい、過去4年間がね、オモババを除けば全部4番人気まで決まってるっていうこと、はい、だから今回も4番人気じゃないんですよ、はい、あ、このレースってね、あんまり不利とか変わったことって起きないレースなんだなっていうことも分かるっていうことなんです、予想がつくということなんです、はい、うん、そこで、あ、やっぱりたまに中穴とかなんか来るんやってなったら、あ、なんでやろ、これ強い馬やのに、あ、ここで不利とかあったんやなってなると、あ、このレースっていうのはレースの形状上統計的にも不利が起きてしまうレース、でもこのジャパンカップっていうのはあまり起きないレースというところが確率が違うでしょって言ってる僕の根拠なんですよね、はい、うん、静香ちゃんこんだけ答えられるのに、はい、ね、はい、こんだけの、無駄な解明、うん、一回計算してみてね、はい、例えばね、このギャンブル馬券ね、3連複だけにして、はい、3連複だけにして、はい、あなた3連複4点ですよね、はい、1、2着こ固定です、固定で、はい、ね、はい、あなたの言ってるスターズオンアース以外の3頭の買い目をもうプラスマイナスゼロでいいわって考えて、うん、ね、一回シミュレーションするのよ、はい、あなたが今回予算っていうのありましたよね、はい、あなた多分あの殺到するかもしれないっていや今回予算するかもしれないんで計算してないと思う。予算っていうのがありますよね、うん、あなたの予算ね、うん、うん、ね、あなたの予算は変えないんです、はい、変えないんです、はい、だってあの予算っていうのは僕とあなたが決めたこと予算なんだから、うんうん、あの予算額は一緒です、はい、その代わり犬種を変えます、はい、三連複の二等軸の四等流しというこの4点だけを買うことにします、はい、そして資金配分はイクイノックスとリバティとスターズオンアースね、これあなたがあの鍵から選んだ馬ですわ、うん、ということは本当はこれあなた本命だったんですよ。そうです、うん、じゃあこの本命以外は、はい、これ3連複の、あの配当って、まあ、大体今回ほぼ均等に5倍ぐらいでしたよね、はい、だったらあなたのこの予算がマイナスにならないようにこの1個目も
資金配分するんです、うん、2個目も資金配分するんです、うん、3個目も資金配分するんです、うん、そして余った金額を全部本命に突っ込むんです、うん、そうするとあなたは、まあ、これが1個も来なかったら、うん、もうそれはもう負けですよ、うん、いやそれがギャンブルだし投資なんですよ、うん、でもこれが来た場合、うん、ね、うん、あなた自分は本当は、うん、今回のレースであなたの予算で、はい、僕の言ってる買い方ですよ、一つ目スターズオンス以外の一つ目はプラマイゼロになるように資金配分するんですよ、次もプラマイゼロになるように資金配分するんですよ、大体ね、うんうん、で次も資金配分でプラマイゼロにするんですよ、うん、だからスターズオンアースが来なくても自分の元金が減らないように3つは組むんですよ、うん、そしたらお金が余りますよね、はい、その余った額を全部リバティとイクイノックスとスターズオンアースの3連複に突っ込むんです、うん、そうした時にあなたはこれであなたの最初の予算額、そしてこれの配当額、配当額から予算額を引いたのがあなたの本来の今回の利益だったんじゃないですかって先生は言ってるんですよ。そうですね、これを怖がらずに計算して、はい、正常にちゃんとショックを受けてそのショックから立ち直らないようにしてください。このショックから立ち直るのは将来今回取りこぼした額をね、いずれ取り戻せるような自分になってください。取り戻すために今からのレースをするのは間違いですよ。これよく聞いてくださいね、はい、自分の負けを取り戻すために次のレースをしては絶対にいけません、はい、ね、将来気がつけばあの時の取りこぼしがあったから今はあの時の取りこぼしをはるかに超える利益になったっていうのがあなたの今回の失敗を宝に変えるという方法です、はい、そのためにはあなたは怖がらずに、うん、あの落ち着いて、はい、計算してください。もう計算終わりました、うん、ね、はい、言わなくていいですよ、はい、うん、やっと実感が湧いてきた。この先生、私あの大成功してんのにあの1時間だらだらと何言ってんのよってついさっきまでちょっとだけ思ってたかもしれないけど、あなたは今僕と同じ気持ちになりましたよね。やらかした、自分が、うん、あ失敗したなって思っている以上の金額でした、うん、でしょ、はい、うん、素晴らしい、以上でございます。ありがとうございます、うん、でも本当によく頑張りました、はい、うん、ね、だってこうやって怖がらずに、まあ一人だったら怖かったから多分計算、はい、あ計算もしません、計算できなかったかもしれませんよ、はい、怖くて、わざわざジャパンカップまで行って多分検してました、うん、ね、はい、でもこうやって、うん、ね、あの人と一緒にすることによって、うん、ね、情報を共有することによって、うん、いろんなメリットがあるということですよね、はい、うん、だってあなたの予想以上の配当だったでしょ。予想以上、そうですね。そうです。ね、はい。そういうことを、まあ、はい、ま、ね、そうならなかったんだから、うん、ね、あのなってたらもうあのクラッカーでも買ってパンパンって鳴らすとこやったんやけどね。はい。うん、あの一瞬鳴らさなあかんのかなってあなたの報告があるまでは思ってて。うん、100均で買わなあかんかなとか思ってたんやけどね、はい、一瞬 その4倍ぐらいはとかは思ったんですけど、はる、うんうん、かに超えてました。はるかに超えてましたね、はい、うん、まあもう一回落ち着いてあの、はい、ちゃんと自分でその計算したのを記録に残してそのノートに、はい、うん、ね、今回、うん、ね、ギャンブルだったからで、これ投資だったとしても、うん、ね、いや、ある意味ギャンブルだったら、
はい、え、3連複1点でもよかったじゃないですか。ちょっと2点欲しかったですね、うん、まあ2点でもじゃあもう ね、ギャンブルだったら3連複2点、うんうん、投資だったら3連複4点って言って、いやもう1個の方計算したらちょっと恐ろしいことになってくるで、うん、ちゃんと計算してよ、はい、そのあなたが可能だった、はい、ね、ギャンブル馬券、うん、3連複2点買い、はい、あなたの予算はそのまんま、はい、それだけをする、うん、でも可能性としてはあったわけでしょ。そしてありました。未来のあなたはそれができる可能性が高いわけです。今日のこの今回のジャパンカップというのをあなたが絶対に忘れないように宝にすればということです。はい、宝にしますね、はい、はい、じゃあ終わりましょう。ありがとうございました。以上でございます。